囲碁における出会い割とは、囲碁の対局における実力差に応じたハンディキャップのこと。またそれに基づく実力差、ないし段級位差を指すこともある。囲碁において、気力の差に応じたハンディキャップを与えて、対等な勝負ができるようにするための仕組みである。現代の一般的な対局では、気力に差がない、もしくは対等として対局する際は、対局時の先手番、あと手伝いは、 どちらとなってもよく、旋盤が何目かの目数をハンディキャップとして追うこととし、これを互い旋という。気力に差があるとき、その差に応じて、会社が小見なしの旋盤を持つか、あらかじめ会社が盤上にいくつかの石を配置した状態で開始する。これをおき語という。おき語では必ず上位者の哲いで対局で開始する。この時の上位者を、上手、会社を下手と呼ぶ。 おきごの二個曲の会社となる鉄害をにしばなどとも呼ぶ。現在はすべての互い戦での対局が、千番がコミを出して一局で勝敗を決着する、コミごとなっている。日本棋院設立以前には、騎士官の手合割りは二段差一子であった。日本棋院が制定した、プロ騎士の段位を決める大手合では三段差一子を基準とする以下の手合割りの考え方が採用されていた。 名称の打ち先やい先の場合は、三局を、千番、五手番、千番の順で打つが、古くは、千番、千番、あと哲学の順で打たれ、これを先々先といった。また特定の手合割を上位者から表現する場合は、向かいを加えて、高双子などという。原則として、二者間の対局で、片方が四番勝ち越しとなった場合に、手合割を変えるのが通例。 会社が勝ち越した場合は、商談の権利を主張でき、実際には、複数の相手に対しての成績を考慮して、商談を認められる。この仕組みは、騎士の数が少ないうちは、ある程度有効に機能するが、騎士の数が多くなると、商談の判定基準が難しくなる。そこで、同一の対局相手とは一局だけ行うことにし、成績を、 点数制という形で基準化したのが大手号制度である。十番号などの打ち込み制の対局を多数局で行うのは互い戦では2局1組とする考え方の延長。アマチュアの段級位は一段級再知手とするのが一般的で以下のようになる。手合割りの変更や商談、昇級の基準に一般的に定まったものはない。 手合い割りの変更は対局者同士でルールを決めてもよく、3番、あるいは4番勝ち越しといった方法が多い。商談、昇給は、日本企員などのプロ組織の発行する面上による、ものの他に、誤会所や、クラブなどの内部で、独自の方式を決めることも多い。アマチュアの囲碁研究会であった、緑星会で採用された、点数方式で、代表的な点数方式。 他の5解書やクラブで採用するところも多い。置きごと、1目刻み5目までの込み出しを組み合わせた手合割りを用いる。個人には、おのの持ち点があり、対局者間の持ち点の差を、込みの目数とし、込みが5目を超えるごとに置き石を1し増やして、込みを、マイナス5目とする。6点差は2しで、会社の5目込み出しとなり、点差が増えると会社の込みを減らし、 11点差で、込みが0目の2個局、12点差からはまた上位者の、込み出しを1目ずつ増やす。対局者は一勝すれば、持ち点を1点増やし、ぱ敗すれば1点減らすことで、点数を実力に見合うように適正化する。上記以外にも、多様な手合割の方法が提案、実行されている。ネット誤解所などでは、非常に、多人数の手合割を合理的に決める必要があり、 それぞれ独自の点数性と段級くらいの組み合わせなどの方式を用いている。ありがとうございます。